こんにちは、こんばんは、ハラミンです。はい、ということで本日はですね、ドゥ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 ン、ピントが、はい、二郎系ラーメンを食して飲んでいきたいと思います。カンパーイ。はい、こちら、ウーバーをしまして、豚63というところでウーバーをしたんですけども、何かというとですね、ローソンの店内で作ってる二郎系ラーメンらしくて、ローソンさんがね、ゴーストレストランっていうのかな、なんか実験的にその店内で作ってるらしく、でそのね、ローソンさんがたまたま近くにあったので、ウーバーで、うわーやば、二郎系ラーメンを配達してもらったんですけど、いやー、うわ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 、やっば。で、これは豚63の豚バラチャーシュー野菜3倍盛り、野菜だから 600g だそうで、ちょっと早速いただいていいですか。いや、うわ、いただきます。あ、なるほど、麺はね、確かに、麺はそうね、確かに二郎系さんのいわゆる、いわゆるワシワシの麺と比べると、レトルト、インスタントの麺なのかなっていう感じだね。やっぱ二郎系食べたい人ってあの麺食べたいじゃん、結構食べたかったりするから。そこはやっぱお店で食ってくれと、食った方が軍配がもちろん上がるんだろうけど、このね、もやしのシャキシャキ感、で届いてチンしたんだけど、電子レンジでチンしたんだけど、そのちょっとお手軽感、この豚、まあチャーシューももちろんあれかな、やっぱお店で食べるやつの方がもちろんね、美味しいね。あ、でもうまい。でね、スープうまいよ。スープがいわゆる二郎系の、俺あのスープ好きなんだよな。ニンニク増します。私この間までコロナになってて、コロナになっちゃうとさ、思うようにさ食べれないじゃない、食欲が湧かなかったりとかするじゃないですか。でもね、おお、めっちゃ入れたな。でもね、どうしてもここ最近二郎系ラーメンがどうしても食べたくて、でこのチャンネルを昔から見てくれてる人たちからするとね、珍しいなって思うと思うんですよ。俺あんま二郎系ラーメン得意じゃないというか、食べたがらないじゃん。あんま二郎系っていう感じの人間でもないんだけど、その俺がここ最近ずっともう二郎系が食べたくて、あのワシワシの麺食いたくて、あとスープ、生卵。ただやっぱね、二郎系は本当俺初心者なので、やっぱハードルが高い。二郎系もそうです、二郎さんの本物の二郎さんもちょっとハードルが高いっていうイメージがどうしてもあって、うめっ。
ちょっとどうしてもね、なんつうの、敬遠しがちというか、いけないんだけど、ハードルが高くて。で、大竹二郎系の動画を検索して見ちゃってるもん、俺。そう。それぐらいちょっと行きたくなっちゃってるんだけど、最後に食べたのが、2022年の年末かな、高校サッカー選手権を等々力陸上競技場に見に行ったんだけど、武蔵小山か、武蔵小山の駅で降りて歩いて行ったんだけど、武蔵小山に豚山さんあるんだよ。豚山さんあるんじゃん。豚山っていう二郎系のラーメン屋さんなんだけど、もう高校サッカー見て腹減って、で寒くて、もう何でもいいから腹入れたい、食べたいってなった時に、でも年末だからお店やってなくて、唯一豚山さんやってて、二郎系あんま得意じゃないけど行こうっつって行ったの。そしたら接客完璧で、もうめちゃくちゃいいお店で、味も美味しくて、もうね、豚山さんに行きたい俺は。あの注文のハードルの高さもなかったし、豚山さんはあの威張ってる感じもなかったし、なんか初見殺しの感じもなかったから、豚山さんが近所にできてくれればなって。本当に思う。あれこそなんかもう接客業の神、武蔵小山の、武蔵小杉、武蔵小山の豚山さん。だからもう9ヶ月ぐらいお店で二郎系は食べてないですね、私はね。だからでも行きたい、そろそろちょっと俺の二郎系欲が爆発しそうだから。ちょっと行きたいんだけど、やっぱり誰かと行きたいよね。誰か二郎系のプロの人と行きたいから。でもね、いないですよ周りに二郎系のプロが。まあ、二郎系のプロだけじゃなくて、周りに人がいないっていうのもあるんだけど。あ、だから二郎系はでもあれか、なんか結構連チャンで食ったんだな。2022年のそれこそ年末に忘年会カラオケイベントやった時に、その帰りにいつもイベントやってる人と2人で新宿御苑の方のラーメンイエローっていうお店で、まあ、そこがいわゆるなんかザ・二郎系みたいな、なんか不愛想な接客でみたいな。でも味は美味しいんだけど、味は美味しいんだけど、なんでああいう感じの接客なんだろうなっていうようなお店。わしわしの麺で食いて、二郎系の麺食いて、あ、スープうめえ。それでなんで急にっていうか動画撮ってるかっていうと、ぶっちゃけ明日台風なんですよ。明日台風で、なんか天気予報もえげつない降水量とかになってるんだけど、で台風だからさ、まあ、ちょっとウーバー外出るの嫌だからウーバー頼んで、それちょっと動画撮ろうかなとかも思ったんだけど、台風の時ってそういやウーバーサービス停止するじゃんと思って、でもその時には完全に俺も口が二郎系の口になってたから、
もう今夜なんだよ、ちょっと注文させてもらいました。やっぱビール飲んじゃうと腹にガツッとくるから最後の方きついね。うめえ、はあ、うめえ。これでもうまいんだけど、やっぱ本物が食いたいな。ちょっとちょっとさ、俺より多分視聴者の皆さんの方が詳しい人いると思うから、なんか初心者にも優しい、入りやすいおすすめの初見殺しじゃない二郎系のお店教えてくださいよ。豚山さんは接客すごい丁寧で優しいって聞いた。どこの豚山さん行っても、あとこう注文の難易度が低くて威張ってなくて。でも一回歌舞伎町の二郎行ったことあるんだけど、一回行った時すごく怖くて、あ、もうザ・二郎って感じで、あ、これが二郎か、これは二度と来ねえ、行かねえなって思った。どんなにうまくても、あ、この接客だったら二度と行かねえなって思ったんだけど、この間その歌舞伎町店、二郎の歌舞伎町店の動画を見たんですよ。それをなんか可愛い女の子、綺麗なお姉ちゃんが言ってたんだけど、なんかすごい分かりやすい、全然初見殺しじゃない接客してて、そのお姉さんも二郎始めてらしいんだけど、全然俺の時とは接客が違えと思って、まさか可愛いお姉さんだからなのかってちょっと思ったりとかもして、まあ、たまたま俺が行った日の店員さんが怖い人で、そのお姉さんが行った時に、まあ、いい店員さんが当たっただけなのかちょっと分かんないですけど、なんか動画でもちろん店員さん映ってないけど、声聞いたりなんかこう注文のやり取り聞いてる限り、その動画の中ではなんかすげえ優しい感じで、なんかすげえ初見殺しじゃなかったから、俺全然初見で殺されたからさ、先制攻撃でボーンって、はあ、っていう。だからその初心者にも優しい二郎系を教えてください。もう行きたい、二郎系食いたい。あー、食った。すごいよね、動画見てるとね、プロタンさんとかこれに米食うもんね。あと唐揚げとかよく食うな、すげえなと思います。はい、ということで、いやー非常に美味しかったです。ただやっぱこれ食べちゃうと、もう本当に本物への欲が、熱が、火がついてしまいました。生きてご視聴いただきありがとうございます。